先日のホームゲームでファンの皆さん、観客の皆さん、そしてチームから集まった支援金です。私たちの思いがトルコやシリアの皆さんに届けば嬉しいです。よろしくお願いいたします。ターキッシュエアラインズさんにこう長年こうシーガルズも支援していただいたりだとか、こう V リーグでもトルコの選手で活躍している選手が何人かいて、こうやっぱりバレーボールがこうできていることが当たり前じゃないということもすごく感じますし、こうやっぱり苦しんでいる方がこうたくさんいる中で、こう私たちの気持ちが少しでも届けばいいなと思っています。皆さんこう被災された方への思いももちろんあると思うんですけど、それがシーガルズを通してというか知っていただいているきっかけで、そういう支援の輪がこう広がるっていうことはすごく嬉しいことだなと思います。被災して困っている方が元通りの生活に戻ってほしいっていうのはこうすごくありますし、その中で日本がそういうことをしたっていうことが心に残って、これからもつながりが増えていけばいいなと思います。皆さんの温かい気持ちがトルコやシリアの皆さんに届くようにご協力よろしくお願いします。